わらび餅は正しいですか。はい、山口敏太郎の食いしん坊、わらび餅の旅はまだまだ続きます。焼津市の、油屋さんにわらび餅、わざわざ落語記念館の講演会の帰りに皆さんに寄っていただきました。車内でレポします。まあまあの味です。